11月2日、秋のスポーツ大会が開かれました。この大会には、日本語を勉強する西日本国際教育学院の学生たち430人が参加しました。先生、私たち先週一度よくルールを守り楽しく試合することを誓います。競技は16分間で何点取れるかを競うソフトバレーボール。学生たちはコートを走り回り爽やかな汗をかいていました。このイベントはストレス発散やクラスの連帯感を高める目的で毎年行われていて、国際色豊かな学生たちは一丸となって競技を楽しんでいました。国でもこんな感じのバリバリしたことがありましたから、ここでもすることができるしとても嬉しかったです。今日もみんなで頑張って一丸になった、とても嬉しかったです。今月の目標はそれスポーツ大会だったので、みんなで頑張っていったと思います。初めてバルを しました。外国人の友達と一緒にスポーツをしたり話したり、本当に嬉しかったです。